動画更新が大変遅れましたことをお詫び申し上げます。すみませんでした。2018年の10月26日だけど、まだ見てる人いる？そこで公開されてる動画なんで、過去の動画じゃないんですよ。過去動画だと思って見てます？皆さんやめてください。矢沢。確かに矢沢いいよね。矢沢いいんだけど、キャプチェじゃないよ、キャプテンだよという名前のセンス。猫ニラさんが音量下げろというので音量ゼロにしたら聞こえなくなってしまいました。どうしてくれます？あなたの IQ は3ですか？聞こえなくなるに決まってますよね、音量下げたら。あとヨーダっていう名前でコガちゃんの写真使うのやめてください。チーローって声がうるさすぎて母に怒られました。猫ニラさんがうるさすぎて親に怒られた。ドイツ人物だろこいつら。ウィーレなめんな。すいませんでした。猫ニラさんの来たーという声がうるさくて子供が前はうなされています。どうしたらいいんでしょう？ちなみにヤーはやいだ瞳です。ヤイコダリダリーン、ここに来てみえ。 ST はストライカーじゃなくてセカンドトップです。そうなんですよ、 FIFA をやりすぎて ST をストライカーと思ってしまう私。ヤンセンで企画終わらせましょう。やめてください、ピーマン王国の人参を。誰だお前。ウィングのポジションは初めてだったが、トヨタ選手のアシストでチーム勝利できてよかった。今後点取りよりも自身がポスト役になりチームに貢献したい。ポジション争いは激しくなるが同時に刺激になる。自分は35歳だがまだまだサッカーの上手を冷めていない。伸びしろがあるといいんじゃない。まあ、聞いていただいて分かる通り、松岡志郎は滑舌が非常に悪いです。このようにおすすめ選手を書いてくれる優しい方もいます。ありがとうございます。でですね、いきなり勝てるようになった、さてやお前コムのレベル下げたろっていう、あの貴重なですね、非常に愛のあるコメントをいただいたんですけども、変えられないんです。変えれるもんなら変えたいよ、俺だって楽して勝ちたいもん。で、0円移籍が、まあ、非常にあの有効だったということなんですけども、まずはですね、検索をかけていこうと、皆さんが教えてくれた選手。ただですね、ダントツで矢野貴章選手があの人気でした。でヤロリームはおすすめだというコメントもありましたの、ね、でちょっとリストに加えてですね、山下達也選手もいいですね、普通にねえ、リストを加えます。あとは誰がいいかな、いいですね、でもガンバだからな、これもな多分取れないんだよな。山本海斗さんもね、まあおすすめがありました、おすすめがありました人は全部加えていきたいと思います。あ、山本修斗さんはまだいないですね。これで山瀬つえで、こう見るといい選手いっぱいいますね。あとはまあダントツで人気あったのはやっぱり矢野貴章選手で、矢野貴章選手はセンターバックもできるみたいな話があったんですけど、あ、センターバックはできないんだ。センターフォワードとセカンドトップか。まあ、実際この後だってバックもやるしサイドバックもやるしウィングもやるしっていうね選手ですから。てか足速いな。ちょっと矢野貴章選手はこれ取れなさそうだな。まあ、一応リストには加えておきましょう。強いですね確かに。まあ、あとやっぱり柳沢先生は入れておかないとやっぱりダメだろうとね、さすがにやっぱり31歳か。でもこの時一応リストに加えておきましょう。あのイタリア戦でのゴールは忘れられませんから、私もね。リストを確認しておきましょう。まあこんな感じですね。まあ、ヤコベンコいいな。しかし何回も見ても思うけど、ヤロリーム、はい、32歳なんでね、この辺りはいいんじゃないですか。セレッソだから取れる気もするし。まあ、こんな感じですよ。とりあえず抽出したメンバーはこんな感じ。そうだ、メンバーで思い出した、山口メンバーのコメント多すぎですよ皆さん。山口メンバー今フリーだろみたいなコメント、ジャニーさんに殺されるんでこちらが。まあ、山下達也選手は素晴らしいんですけど、山下達也選手を取るとまた嫌なんですよ。これは逆に大問題。まあちょっとダメ元で山瀬さんにちょっとあれしてみるか。ダメ元でゼロ遠赤というあの必殺技を繰り出します。まあ、池田かな、ポジションかぶっての池田か、ミナンダ行っちゃうか。もうミナンダ実際も用済みなんだよな。ミナンダもううちの
クラブのあれはあれって決まったんで、松岡白って決まったんで、実際ミナンダはでも用済みなんですよ。ミナンダで行きましょうで3年で移籍がなくて、これ500ぐらいで、これで申し込んでみましょう。1回ね、1回チャレンジすることはいいことだ。次節へチャレンジザトップ。ダメです。もう1回ヤコベンコ、ヤコベンコとミランダで行ってみるか。ヤコベンコとミランダだったらちょっといけるんじゃない。いけない、いけませんか。なんとかなりませんか。これじゃあ580ぐらいいっちゃう。580いっちゃうから、なんとかしてください。でですね、順位をまあ確認しましょうか。どうなっておりますか。6位。これはだいぶ来てるんですよ。だから横浜 FC との勝ち点差は、いくつ、 7ですから、2試合半でひっくり返る勝ち点に来てるんで、ここで連勝を重ねることが非常に大切なわけです。トスってないだ。トスは下位か。トスは13位。これは負けらんねえでや、これは負けらんねえでや。ホームですね。4日ぶり5日ぶりの試合なんで、ちょっと6ターンが疲れてんな。私の技術が落ちているっていう可能性もあります。ちょっとエスミは変わっておこうかな。エスミは西田じゃないな、あ、相川と変わっておこうか。これでいいかな。とりあえずこれでいいか。メンバーこれでいきましょう。もう勝ちたいんで、トスは変則フォメですね。トスはちょっと怖いな。で、6ターン選手じゃないんでね、そこがどうなのかっていうところがちょっと怖いですね、こちらは。先制点だぞ、ネコニャ FC 先制点だぞ。いいよ、カスト、ミーナン、あー、待って、これ、待って、先制のチャンス。どんだけまっすぐ走られてるの。オッケー、怖いぞ、コーナーキック、怖いぞ、危ねー。おっと、いいところで受けた、ナイス勝負。チャンスじゃないよこれ、カビラさん、チャンスだろこれは。カッチャンいける、フリーになった、先制のチャンス。くっそーいい守りを見せました。いいぞ、家長ならいいクロス上げるだろう。カスト、あー、ナイス、繋がらない、短く出します。いいよ、相川いける、でカッチャンに出して、出ましたね、カッチャンはこっちに切り返してクロス、入ってくる、でかいクロスが落として、豊田グバだな、ぶっこ抜かれるのもスピードで、今いける、ほらオッケー、ナイス、うち、危ね、シジネはトラップがでかい。これ繋ぎたいな、どっちかっていうと。上げるか、上げて入る雰囲気ないけど上げるわ。こんなもんかな。ボールは絶好の位置。入る雰囲気ある、ない。ないで。バカバカ、なんで今2人して前行ったんだ。危ないぞ、おい、キー、危ねえ、今前スッてなんかオフサイドトラップみたいなの知ってました、ディフェンダーが。狙ってますよ、おー、ナイキー、ジョーゴか、ジョーゴ出して、ジョーゴ左足のクロスはどうですか。ダメです、おっ、えっ、ナイキー、ああ、待て、少し対応遅れ出してますね。何ですかこのこれサッカーですかこれは。あ、うまい。オッケー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 。高校で前半終了のホイッスルです。いや、ちょっと点決めを先に、それがまず一番の一番。ナイジーエラが素晴らしい。ボールを奪いました。オッケー。カッチャンいけるだろう。いいパスが通りました。右足のクロス、うわ、そんなことなのか。プレッシャーを与えます。これ今家長いないからね、きついよ、大丈夫、オッケー、いいよ、ミナンダから、一回サイド、ゴッドタックル、トヨラ、やばい、トヨグマ、ナイス、ミナンダ素晴らしいね。
ミナンダ。カッチャニ。さあ、オフサイドはありません。打った。オッケー。ナイス。甲府のバンディエラ。背番号1、カッチャン。なぜかこのわけわからないチームに背番号1番で在籍しています。変えてあげよう。さすがこれうますぎた。カッチャンがうまっ。カッチャンうまっ。めちゃくちゃうまいじゃん。これ見てください。これいきますよ。 R2 のシュート、そして左足でチュンとチュンっていうシュート。これはナイスゴールです。トヨグバが落とせる。ウッチが上がってくるんで、ここ無理せずサイド使って、カストロに当てて、カストロがクロス上げて、落として、ドン、無理。この大きなパスは？は？待って、なんでそうなる？繋がった。なんでそうなる？なんでよ。落ち着いて決めたのは藤井。どうなってます、ディフェンスラインはこれ。今大歓声が響き渡ります。近づいてきたのこっち側に。北澤さん、これはちょっと、ここで同点が生まれました。コスとしてはここで集中を切らさないようにしたい。さあ試合は振り出しに戻って、スペースを狙う。ナイス、ジョーゴ。つながりません。いいよ、つながってるよ。カストラクでしょ、これ。あー、惜しい。ここは阻まれました。来た来た来た、トヨグバだぜ。あー、キャッチされた。サガントス、ここで選手交代の動きを見せています。一旦後ろへ返します。ここから清水。あ、待って待って、まただ。いいボールだ。あぶねー。ここでちょっと3人替えで、3人替え。前線に送られる、いいよ、この、はい、ここはここを攻め方でいいから、間違ってない。なってますね、オッケー。前のカードを白井、白井にかかっている。変えてきそうですね。なるほど、そうですか。白井、なんだそのシュート。シュート、うわっと、惜しかった。いて枠に行かねえってどういうことだよ。やばい、40分のぞ、後半の。まずいぞ。ナイス、うち白井に。で、豊田。これシュッていこう。シュッとど、シュッ。うわっ、抜けねえ。いや、負けは避けたい。負けは。コーナーキックになります。オッケー。ここは精一杯クリアします。さあ、フラスルで前やっちゃおう。うわ、ダメか。試合終了の。いやー、同点。いや、失点何だったんだ、あれ、マジで。まあ、ジョーがマンオブザマッチか。やっぱ勝った方がね、成長するんでね、選手は。交渉はどうなりました？交渉は。ダメです。まあ、ポイントが貯まるまでは、ちょっと0円移籍作戦に行くしかないんですよ、実際。ちょっと山下選手一回行ってみるか。もう一回嫌だけどね。もう一回嫌になるけど。山下達也なんで、もう一回嫌になるけど。まあでも、あれでしょう。まあ、補強にはなるんでね。補強には。72も0です、これも。これも0で。これ504上げちゃうんで。504上げちゃうから、うちに来ないか。俺んとこ来ないか。で、次節へ。来るんかい。来るんかい、山下達也くん。ちょ、このフォーメーション変えましょう。フォーメーション、これでやっとあれだな。センターバックが一応デフォルトメンバーが消え失せたっていう形でよろしいですか。これは能力で言ったら全然違う。全然違うもん、能力で言ったら。身長も違うでしょ。身長も182あるだけで安心感あるわ。まあ、山瀬選手もいいよな、欲しいよな、山瀬選手な。もう一回チャレンジしようかな、山瀬選手。ねえ、ミナンダのところ。これミナンダ。
フィンランドと行きます。500、569、じゃあ569払うから俺んとこ来ないか。順位下がってるんですよねこれ。いやー厳しいなー。ヴァンフォーレ甲府が51か、勝ち点差でいうと8、岐阜7位か。あ、これ絶対勝ちたい、これは勝ちたい。6ターンの調子戻った。 OK、 6ターン調子戻ったね。シジネ、ウッチーが疲れてるな。ウッチー変わろうか。変わって家長も疲れてんな。これまずいな。これはジョーゴ前に行ってもらって、ここが田畑ですね。で、あと誰だ疲れてるのは。ミナンダ、カストロ、カストロ白井とここ対するか。じゃあこれでいきましょうか。これでいきましょう。フォーメーションが出てこないな。相手のフォー、相手のフォーメーション見れず、見れず試合スタート。まあ、晴れっていうだけで嬉しいけど、これ、ジョーゴのワンボランチって相当効いてたんで、りました。ちょっとそこが不安ですね。どうなるか。お、待て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 、おー、ライキー。やっぱね、6ターンだわ。キーパーは、うちのキーパーは6ターン。やっぱり、もう決定。全然違う。西田、ここは戻します。いいよ、崩してるよ。使います、クロス上げて、石原かっちゃん。うーん、ウッチーがいないっていうのが非常に心もとないな。右サイド、ナイス。トヨタがこのところに持ってきてる。後ろからのマーク、うまい。かっちゃんいける。さあこれはスペースに抜ける、シュート。あーはと助かりました。惜しい。しかし北沢さん、何でしょう。おお。ミナンダ走らせていく。走れない。あるぞ。トヨダ。打って打って打って。ああ。オッケー。いやー、キャプテン翼みたいな。ポストに当ててから狙うみたいな、いいんで。今回もこの背番号1番変えてあげるの忘れた。背番号1番が、これ豊田なんで今反応しなかったの、シュート。これ何ですかこれ。オッケーオッケー、背番号変えてあげよう。かっちゃんの1番を背負わせても、1番を背負わせてることで得点力が半端ねえんだよな。3試合連続ゴールなんじゃないこれ。だって島田立ててきた。え、シジネ、おっとこれピンポイントだ。オッケー、危ねえ。シジネ裏抜かれんな。しかし30分を回りました。ターバだ、山下タッチ、デビュー戦だぜ。あ、まず、お、いいでしょ。あ、うまっ、ナイスキー。タッチャーの献身的なディフェンス、ダメです。誰か、なんでこうディフェンスが遠ざかってんだ、真ん中。おっと危ない、危ねえ。オッケー、競り合った。かっちゃんが開くんですね。いいですよ、かっちゃんですね。惜しい。まあ、シズネは上がってきてくれると信じて、こんなもんでチョンっていきます。チョン、こんなもんだろ。真ん中入れた。え、え、打った。なんか変なことになってたな今。うん、得点してからはそんなに、ここでぶっこ抜かれるぞ、エスミのことだから。ナイス、ごめんエスミ。誰か、ミナンダ、詰めろ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 、クリア、エスミクリア。オーケー、アブリルラビン。さあ後半は点を取られない、そして点を取る。そうすればフットボールというのは勝てるわけです。知ってましたか皆さん。また同じセリフを言ってしまった。さあ、いいボール出た、かっちゃんに。いいよ、出してないよ。出さないんだ、俺は。ボール出さないんだ。打てるんじゃない？無理か。田畑、意地でも守れ。山下、デビュー戦で活躍し、待て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 、危ねえ。島田、オッケー、このボールを来た来た、
おげんナイス翻弄したぜ、今のはキーパーボモ、今のはキーパーボモ翻弄したと思っております。自分ではこれカッチャンに寄せてからスルーで豊田 OK、 まだ得点王は諦めてないんだぜと、そういうゴールですね。これはね、一回左に振って、そしてもう一回スルーでズドン OK。ナイスナイス、もう喉痛いんでね、もう落ち着いて試合させていただきたいんですよ。私も大声ばっか出してる配信者みたいになってるけど、激しく奪い合います。ナイス田畑、やるじゃん田畑。短く出します。来たんじゃないのこれ。あー惜しい。これあと少しで後半30分。いいよ、いいよ、送ってきた、中入れて、いいよ、あ、東洋田さんが行き過ぎちゃってた今。これはやばい、ファールした。ジョーゴのこれは殺人タックル出ました、うん、すいませんでした。いやこれは殺人タックル、ね、こちらも変えます。疲れてるんで皆さん見てください、この感じ。ちょっとエスミとじゃあ相川で白を飛び出ます。じゃあ白を飛び出ましょう。いや豊田ナイスゴールだったマジで。いいですね。どうする。さあ競っていく。えまずいじゃん山下。いいとこでデビュー戦で活躍する、それが山下。反対サイドを上げる。危ねえ危なー。ここに山下出した。白井南、白井が倒れてる。何してんだ白井は。オッケー。さあこっからだ。白にこぼれてこない。ちょ南だ。あまずいまずいまずい、これ山下引っ張り出されるの怖いんだけどな。でもコースを探す。クリア。ナイス。あ南だ。クリア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 、クリア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 、危ね。山下に当ててこっちに出してスーパー、あまマジで言ってる、スーパークリア。大きく前へ出します。オッケー、ナイス勝利。はい、いやこれはかっちゃん、もうほらかっちゃんですよやっぱりね。いや600ポイントありがてえ、マジでありがてえ。あやべ成長見んの忘れた。なーぜ交渉51どうなりました。決裂。まあ、引き続きですね移籍のあのしりとり問題はですね、やーから始まる選手なんで、まあこの辺りの選手なんじゃないかな。他に漏れてる選手いたらまた教えてくださいまし。で順位表を見ましょう。6位にまた返り咲きました。でヴァンフォーレ甲府との勝ち点差は8のままですね。まあセレッソとは2、横浜 FC とは4なんで、まあ、4位ぐらいまではちょっと行きたいですよね。とりあえずね、そうなってくるとあと何試合あるのかちょっと見ましょうか。でセレッソ戦、あ次セレッソ戦絶対負けれねえ。1 2 3 4 5、6、7、8、9、10、11、12、12試合もあとあんの、あんの？いけんじゃないこれ。まあゴールランキング見ましょうか。豊田洋平が6位まで上がってきてる。あるよまだ。全然ある。かっちゃんが12。かっちゃん上がってきてんな。まあディビジョン1、J1 の順位はまあ浦和が1位と。清水、東京3位だ。すごいな。でマリノス、アルビレックス、コサドーレ、あーちょっと入れ替わりましたね順位が。まあ順位の推移でいくと、まあ最高順位が今まで5位だったわけですね。まあなんとかなんとかこれなってますよ、なんとかなってきている。皆さんのアドバイス本当にありがたいんです。私はそれがあるから初見プレイでこんなに頑張れております。どしどしコメントよろしくお願いします。声がうるさいというコメントも励みになっています。
逆にどうです？だって俺の動画がうるさくなかったら見ます？見ないでしょ？見る？逆にうるさいから見ない？もう何でもいいんです。勝ちたいんです。ありがとうございました。さようなら。